カブスキジャケチャンネル。はい、どうもカブスキジャケチャンネルです。今回は28日のオリックス戦振り返りたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ということで28日のオリックス戦ですが、2対1でカープが勝利したということで、この試合がね、交流戦のオープニングゲームということになりましたが、当選に、ねなってカープがしっかりと初回の2点を守りきって勝てたということでね、まずは1勝できたというのがね、良かったんじゃないですかね。やっぱり交流戦っていうのにはね、受け身になって、苦手意識っていうのがあるんですけど、先勝できたっていうのはね、非常に大きいですし、3試合しかないので、そのうちの1戦目を取れたっていうのはね、チームにとってでもね、大きな一勝だと思いますので、今年の交流戦はね、いけるぞというね、ポジティブな動画も出しているんですけど、そういう期待をね、させてくれるような、勝ちというふうにも捉えられるかなと感じました。はい。で、スタメンはね、乗せているんですけど、今日は8番にファーストで林選手を起用しているということで、相手の先発が右のね、エスピノーザ選手ということもありまして、林選手スタメン出場と、なっていました。で、得点なんですけど、初回のね、末金選手がライトへの2点タイムリーヒットを放ちました。このね、2点のみで、終わったんですけど、しっかりとその2点を守りきったということで、守り勝つ野球ができた、そういう一戦になりました。さあ、では野手陣の注目ポイントですが、この試合は決勝タイムリーを打った末金選手です。3打数1安打2打点ということでですね、初回に大きな2点タイムリーということで、もう最終的にこれが本当にね、勝負を決めた一本になりましたので、チームにとって非常に大きな一本になりました。で、この打席ね、振り返るんですけど、簡単にね、ツーシーム2球で追い込まれたんですね。で、追い込まれた後の6球目1ボール2ストライクから、外に逃げるカーブですよ。ストライクからボールになるカーブをね、本当にうまく打ちました。うまく当てて、成長を感じる位置だということでね、ああいう逃げるボールね、スライダーとか、末金選手昨年までちょっとね、くるくると振って三振とかが多かったんですけど、もうこの場面ではね、しっかりとコンパクトにいってね、なんとか当てるぞというね、食らいついていって、パワーもあるので、それがね、外野の前に落ちるという、本当に今年の成長を感じさせてくれる一打になったかなというふうに感じます。で、スピノート選手本当にね、すごく良かったですね。ツーシームもね、すごくキュッと曲がっていましたし、で、何よりこのカーブですね、このカーブね、もうカーブのほとんどのバッターがもう苦戦して、ボールと分かっているんですけどね、キュッと曲がるんでしょうね、振ってしまうということで、苦しめられていたんですけど、そのね、カーブをしっかりと打てたというのが良かったと思いますし、このチャンスもね、エスピノーザ選手のフォアボール2つでもらったというチャンスだったのでね、それをものにできた、そういう大きな一歩になりました。で、末金選手に関しては、3打席目もですね、センターフライに抑えられてはいるんですけど、当たり自体はね、悪くなかったということで、やっぱり状態ってのは引き続きいいのかなと感じさせてくれる内容が続いています。で、交流戦もね、好調を維持できるかということで、カープの中でも右バッター、数少ないね、貴重な打てる右バッターになっていますので、やっぱり交流戦のね、鍵ってのは末金選手が握ってるかなというふうに思ってます。実際に末金選手が5月戻ってきてからね、チームも勝利がかなり増えているという状況なので、どれだけ末金選手が打てるか、それが今ね、チームの勝利を左右しているという状況ですので、交流戦を乗り越えるというためにもね、末金選手にね、ぜひ頑張ってほしいなと期待していますし、多分ね、昨年の交流戦そこまで出てなかったので、パリーグ側からしてもデータというのはそこまでね、ないんじゃないかなというふうにも考えられますので、で、またこのね、打席みたいにデータを上回るね、打席内容というのを見せているので、末金選手が本当にキーマンというふうになってくるかなと思いますので、小園選手もね、キーマンの一人ではあるんですけど、その後のね、末金選手の役割っていうのも非常に重要になると思うのでね、交流戦の活躍ね、期待しましょう。で、続いてが野間選手です。3打数2安打ということで、状態上向きというふうにね、紹介しているんですけど、その中でチーム唯一のマルチ安打を、記録しています。で、さっきも言ったね、エスピノーダ選手のね、カーブ、チームがね、手こずっていたんですけど、野間選手がね、うまくヒットにしたということで、追い込まれてからのこのカーブをね、センター前に弾き返したというね、野間選手のね、コンタクト率の高さがね、表すような一本だったかなと感じました。で、さ
らに6回にもね、ヒットツーベース打ってるんですけど、まあ、この打席もね追い込まれてから、まあ、最後真ん中付近に来たツーシームではあるんですけど、まあ、それを逆方向に打ったということでね、まあ、ツーシームもカーブもケアしないといけないという中でね、最後に来たこの速い球をねしっかりとファールじゃなくてヒットにできる、まあ、そういうところにも野間選手の今のね状態の良さが現れてます。でここ5試合連続のヒットになりましたし、5試合の打率で見ると4割というふうにね当たっていますので、まあ、ちょっと守備の方でね一回ライトフライキャッチしてからね、つまずくようなことがあってちょっと怪我のね心配がひやりとはしたんですけど、まあ、その心配もなさそうでね最後まで出ていましたので、野間選手もね今の状態どんどん上げてもらってパリーグ相手にもね、まあ、どんどんやっていけるような選手だなというふうに改めてね感じましたので、まあ、野間選手も上位打線として、こういうふうにね、まあ、嫌なボールを投げてくるパリーグピッチャー相手にね球数稼ぎながらヒットってのをね重ねてくれるという役割にね期待したいというふうに感じさせてくれる内容でした。で最後は松山選手ですね、8回代打で出て、まあ、セカンドへのヒットということになりまして、まあ、これが5月10日以来、実に9打席ぶりのヒットということになりました。まあ、ここね、1週間についてはね、まあ、阪神戦では2日連続で最後のバッターになったりとね、まあ、悔しい打席がね、まあ、続いていたんですけど、まあ、久しぶりにヒットが出たということで、まあ、本人もね楽になるんじゃないでしょうか。まあ、阪神戦の後はねどうやらちょっと珍しくヘルメットを投げるというシーンもあってね、本人のフラストレーションも溜まっていたと思うんですけど、まあ、まずはチャンスの場面ではないんですけど1本出たというので気持ちが楽になったかなと感じましたので、まあ、交流戦もねやっぱりチャンスの場面で代打松山選手っていう場面ね、もちろん出るかというふうに予測されますので、まあ、次はねそういうチャンスの場面で1本が出るということにね期待したいというふうに思いました。はい、ではその他の気になるポイントですが、交流戦初戦は今年を象徴する守りかつ野球ということで、まあ、本当に終わってみれば初回の2点だけでねその2点で、まあ、途中からは1点差になったというのをね、守り勝ったということで、今年のカープのねゲームっていうのを象徴するような形になったかなというふうに感じましたし、その野球をねしっかりとパリーグ相手にもねできたっていうのは一つねポジティブな要素だなというふうに、感じましたので、やっぱり今年のね交流戦っていうのも、まあ、こういう守りかつ野球がメインになるかなというふうなことがね、予想されますので、まあ、こういうゲーム、まあ、苦しいとねやってる選手たちは本当に苦しいゲームになると思うんですけど、まあ、その分成長にもつながると思いますし、こうしたゲームをね、ものにすることで強くなれるかなと感じましたので、まあ、こういうゲームをねぜひものにしてほしいと思います。で、まあ、先制点についてはね、まあ、足も絡めたということでですね、まあ、ランナーがねワンアウトツーアウト一三塁という場面になりまして、一塁ランナーの、ね、小園選手が、まあ、しっかりと盗塁を、ね、決めたということで、まあ、これも一つ、ね、大きかったですね。この盗塁で 2,3 塁になったので2点入りましたので、まあ、相手バッテリーも 1,3 塁ということでカープねダブルスチールがあるということが警戒されて、森選手もねもうセカンド投げなかったので、まあ、そういうこれまでの蓄積じゃないですけど 1,3 塁の時カープ何かやってくるぞという情報があるおかげでね、ああいう 1,3 塁の場面でランナー1塁がねの選手が2塁に、ね、盗塁成功できるというシーン作れたかなというふうに思うので、まあ、盗塁失敗はねちょっとやっぱり多いのはねあんまり良くないんですけど、まあ、そういう仕掛けるぞということを意識づけているというのがね、まあ、この試合は一つポジティブに働いたのかなというふうに感じましたので、まあ、適度にねやっぱり足を絡めた野球というのもね続けていく必要があるかなというふうに思わせるね、先制の2点に、ね、なりました。で堅守で投手陣を支えたということで、まあ、この試合、まあ、派手な、ね、ファインプレーはなかったんですけど、やっぱりもう無失策でしっかり守ったというのもね、大きいですね。3回の表、まずはなんとランナー1塁でね中川選手がまあショートに打ったんですけど、まあ、何気ないゴロではあるんですけど、もう矢野選手がねしっかりと取って自分でベース踏んでね、ファーストアウトにするダブルプレー成立させるという本当に無駄のないね、プレーでしっかりとアウト2つ取って、あの回は三者凡退に抑えたというのも一つありました。で5回ですね、ワンアウト1、2塁から、これまた矢野選手なんですけど、ワンアウト1、2塁からですね、まあ、同じく中川選手の打球がねショートに行ったんですね。まあ、打った瞬間ゲッツーいけるのかなと思ったんですけど、このショートゴロがですね、まあ、最後バウンドがね変わったんですね。ですが、まあ、それをしっかりと弾くことなくキャッチしてねセカンド一つアウト取ったというのもね大きかったですね。もしあれがですね、まあ、反応できずにポロッとしていたらワンアウト満塁になってたというシーンなんですけど、まあ、そこでもう矢野選手しっかりとグローブしたから
出してね、冷静に一つアウト取れたというのもね、大きかったなと感じるプレーになりました。で、最後は7回ですね、ワンアウト2塁という場面で、小園選手がね、難しいゴロを処理したということで、まあ、サードゴロが行ったんですけど、ちょっとね、まあ、小園選手判断迷ったんですね。前に出るかどうかというので、まあ、結局前に出れずにね、待って取ることになったんですけど、まあ、ちょうどね、その待ったところがね、ハーフバウンドというね、まあ、一番難しいバウンドになってしまったんですけど、それをね、もうしっかりと球際のね、強さでキャッチして、で、一塁送球したというね、ほんと慣れないね、サードという中で、まあ、最後の球際の強さっていうのは、やっぱりショートをね、守る選手ならではのプレーだなと感じましたし、あそこでもね、エラーしていたらもうピンチが広がっていたので、まあ、しっかりとさばいてくれたなというふうに感じるプレーでした。で、この送球がですね、ファーストの方に、ちょっとね、バウンド難しくなったんですけど、それをまたね、林選手がうまくね、救い取ったということでね、まあ、同期の2人が守備で見せたということで、林選手も今年ね、ファーストで本当にもう平均以上のね、守備を見せてくれていますので、まあ、そこがあってね、レギュラーとして試合出る機会も増えてるんじゃないかと思いますので、まあ、このプレーもね、まあ、何気ないプレーではあるんですけど、しっかりと守ったっていうのが大きかったなと感じるプレーでした。で、終盤で痛いミスもあったんですが、ベテランが救ったということで、まあ、これは8回のね、裏の攻撃なんですけど、ノーアウトで林選手がね、フォアボールでランナー出ました。これ、林選手のフォアボールも素晴らしかったですね。で、ダイソーで出た葉月選手なんですけど、まあ、牽制で飛び出してアウトということでですね、まあ、ちょっとギャンブル気味にね、スタートしてしまいましたね。まあ、あの場面ね、やっぱり8回で1点差でランナーが大事なので、まあ、本当はね、ギャンブル仕掛けずにね、まあ、しっかりと盗塁するなら、もういけるタイミングで行く、ギャンブルじゃなくて行けるタイミングで行く、もう行けなくてもね、生き残るということがまず優先なんですけど、まあ、なんとか盗塁しようという気持ちが現れて飛び出してしまったということでね、まあ、ちょっとね、あの場面は嫌な感じになりましたね。やっぱりピッチャーとしてもフォアボールのランナー出して、オリックスの方にはね、嫌なムード流れていた中で、まあ、こっちのミス出してしまったということで、まあ、ちょっとどうなるかなっていうところだったんですけど、まあ、打席のね、松山選手がまあ、なんとかヒットを打ったということで、まあ、これも一つね、大きかったですね。まあ、結局これが得点につながったっていうわけではないんですけど、松山選手が塁に出て三者凡退を防ぐ、でさらにね、次の秋山選手の時にもね、フォアボールになったということで、まあ、得点にはね、つながってはないんですけど、まあそこでポンポンポンと3人で行っていたらカープミスして、まあ、嫌な流れのまま9回に向かうというね、ふうになってしまったので、まあ、そういう若手のミスをね、松山選手が救ったということで、まあ、ここら辺もやっぱね、助け合いですよね。まあ、チーム一丸の野球として、救えたというのが一つ大きかったなというふうに感じました。で、最後ね、まあ、2回以降はツーシームカーブに手こずって4安打のみということで、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、エスピノーザ選手ね、本当に素晴らしいツーシームとね、まあ、カーブ、ナックルカーブみたいなね、感じの、ボールがありまして、まあ、セリーグではね、ああいうツーシームとナックルカーブのね、コンビネーションを持ってるピッチャーがもうほとんどいないので、カーブからしては、もう初見、もう珍しいようなタイプのピッチャーで、まあ、それもあってね、なかなか打ててなかったというのがあるかと思います。で、特にね、秋山選手、菊池選手、小園選手が、まあ、脳幹だったということでですね、まあ、ツーシームにもまあ振り遅れたりしていましたし、まあ、何よりカーブにね、手が出てバット止まらなかったというシーンがあったので、まあ、やっぱこの上位打つ3人がね、脳幹だったっていうのがね、まあ、この試合のね、得点奪えなかった要因かとは思います。で、まあ、ちょっと心配だったのは、まあ、秋山選手とかね、菊池選手ですかね、まあ、秋山選手もちょっとね、エスピノーザ選手のね、ツーシームに振り遅れるっていうシーンもありましたし、まあ、菊池選手もね、エスピノーザ選手のね、ツーシームに押され気味でしたし、まあ、最後8回のチャンスではね、小田島選手のまっすぐに振り遅れて三振というシーンもあったので、やっぱパリーグはね、こういう速い球どんどん投げてくるピッチャーがね、たくさんいるかと思うので、まあ、そういう球に対応できるかがね、今後の交流戦肝になってくるかと思います。まあ、小園選手はね、まあ、問題なく対応すると思うんですけど、まあ、このね、ベテラン、中堅ベテランの選手2人が対応できるかが、まあ、チームの勝利を左右する一つの要素になるかなと感じました。で、まあ、その中でも秋山選手は、まあ、状態自体はいいので、また戻すと思うんですけど、菊池選手ですね、まあ、やっぱもともと村っ気があるという選手でね、まあ、状態がいいかどうかは測れないって面はあるんですけど、ちょっとあんまりね、良くないかなと感じさせるね、内容でした。まあ、なので、まあ、ここの今、菊池選手3番ね、僕という打順うまくハマってたんですけど、まあ、菊池選手が良くない中3番にね、いるというのは、まあ、1、2番と3番、4番、5番をね、分裂してしまいますので、
も菊池選手を後ろに回して、そのままね4番5番6番をね前にずらすということにすれば、まあ、野間選手好調ですし、3番小園選手、4番末金選手で5番坂倉選手もね、状態上がってるということで、まあ、調子のいい選手をまた前に固めれるので、まあ、菊池選手をまあ1回ね3番から外すっていうのも一つ手なのかなというふうにね感じましたので、また次の試合からスタメンどうなるかわからないんですけど、まあ、そこにもね注目したいなというふうに感じました。続いて先発の床田投手ですが、7回を投げて8安打、4奪三振、四球2つ、1失点という内容でした。この試合もハイクオリティスタートということで、9登板目で8試合目のハイクオリティスタートになりましたので、もう非常に素晴らしい安定感を誇っています。まあ、ただね、この試合に限って言えば、7回投げて8安打、イニング以上のヒットを浴びていますし、まあ、毎回ね、ヒットかフォアボールでランナーを背負うということで、ランナーをね、出さなかったイニングがないというように、まあ、調子はね、まあ、良くなかったかなというふうにね感じました。ただやっぱりランナーを背負ってからのピッチングっていうのがね、素晴らしかったということで、まあ連打とか浴びるっていうシーンもねありませんでしたし、しっかりとピンチになったらギアを上げて粘り切れたっていうのが大きかったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、それがね、この試合の勝利にも大きくつながっているという内容でした。で7回ね最後の最後でワンアウト二塁のねピンチを迎えたんですけど、まあ、最後ね福田選手ですよ、福田選手最近当たってるという中だったんですけど、インコースにねツーシームをズバッと投げて、もうバットが思わず回ったという空振り三振ね、もう非常にいいボールでしたね。あの場面ねインコースつけたい、インコースをねついてほしいみたいな、黒田さんもね、野村健次郎さんも言っていて、ただインコースつくの難しいよという話もあったんですけど、もうしっかりとインコース投げ込んだというもうさすがのねピッチングを見せてくれました。で交流戦ではもう少し慎重になることも必要かなということで、まあ、交流戦ね、まあ、初戦でね、まあ、オリックスの特徴かもしれないんですけど、まあ、結構ねもう初球からでもガンガン振ってくるっていう印象をね、やっぱり受けました。で、まあ、そういう初球からガンガン振ってね大きい飛球っていうのもありましたし、唯一の犠牲フライね頓宮選手の打球も初球から振ってきて、まあ、あれ風なかったら入ってたんじゃないかなという感じもしたので、もう少しちょっとねパリーグ相手だったらこれまでねセリーグ相手とかまあ大胆にゾーンにねどんどん投げ込んでいたんですけど、もう少しボール入りとか慎重になるっていうこともね必要なのかなというふうに思いました。まあ、ただね今みたいにポン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 ゾーンに投げるっていうのが床田投手のこれまでのね、好調の要因強みでもありますので、まあ、それをね、失うっていうのはまあ良くないんですけど、まあ、もう少しピンチの場面とかランナーがいる場面ではね慎重さも必要かなと、感じさせる内容でしたが、まあとは言ってもね7回1失点に、まとめていますので、まあ、もう文句はねないという素晴らしいピッチングを見せてくれました。で5月振り返るとね、まあ、4試合に投げて4勝という、まあ、素晴らしいピッチングを見せてくれました。で防御率も月間 0.94 ということなのでね、月間 MVP もまあ狙える位置にいるかなというふうに思っています。まあ、巨人のね戸郷選手が、まあ、成績もいいですしノーヒットノーランもしたということで、もしかしたら有利かもしれないんですけど、まあ、4勝連敗のね床田投手にも十分可能性があるかなというふうに感じていますので、まあ、戸郷選手次第ではあると思うんですけども、ぜひね月間 MVP まあ、取れるようにもあとは祈るのみではあるんですけどね、期待したいなというところです。続いて8回9回ですが、島内投手と栗林投手のリレーで締めています。まず8回島内投手ですが、14試合連続無失点まで伸ばすという三者凡退に抑えるピッチングでした。わずかね9球で抑えています。まあ、ただですねちょっと直球がね大飛球になったということで、まあ、中川選手と、ね、森選手に打たれたのがね、まあ、外野の、まあ、結構深いところまで、飛んでヒヤッとはしたんですけど、まあ、最後はね球威が勝ったということで、やっぱ球威があるのでねなんとか押し込めたという感じかなというふうに思います。でチェンジアップは効果的ということで、まあ、栗林選手にはねこのチェンジアップ3つで空振り三振をね奪えましたので、まあ、これはねパリーグ相手にもやっぱり通用するかなというふうに思います。で、まあ、島内投手に関してもね、まあ、さっきの床田投手じゃないですけど、まあ、真ん中のまっすぐをねヒヤッとする、ところまで飛ばされましたので、まあ、ここら辺はねある程度の慎重さは必要かなと感じるね内容でした。やっぱパリーグの方がね速球派のピッチャー多くて、まあ、打者も慣れてるのもあるかもしれないのでね、まあ、もしかしたら島内投手にそこまで苦手イメージがないかなと感じさせるような森選手と中川選手のね思いっきりのいいスイングでしたので、まあ、もうちょっとチェンジアップから入るとかいうね慎重さも必要かなというふう
ふうに交流戦はね感じました。で最後栗林投手ですね、こちらも三者凡退で4試合連続無失点まで戻しました。先週まではちょっとね不安な内容がね続いていたんですけど、もう状態をね取り戻したと感じましたね。フォークもしっかりと低めから落ちていましたし、もうカットもキレが良くて、先頭西川選手をねバックドアのカットボールで空振り三振に奪うということで、もう問題ないかなと思いますので、まあ、交流戦もねまたここから、101セーブ目記録しましたし、セーブをね積み重ねて、くれるというふうな期待させるね内容だったのでね、また次回登板もね楽しみです。最後に次の試合ですが、予告先発はカープ森下投手、オリックス田嶋投手となっております。カープ先発森下投手はここ2試合粘りながら好投しているという森下投手なんですけど、まあ、いずれもね負けているということで援護にね恵まれていません。まあ、調子を取り戻せるかということで、まあ、2試合ね結果的に見れば、まあ、失点も少なく抑えてはいるんですけど、まあ、本来のねピッチングはねできていないんですね。もうちょっと圧倒的なピッチングできるんですけど、ちょっと2試合あまり良くなくて、なんとか粘って試合作ってるという形ですので、まあ、今年のね序盤頃のピッチング取り戻してほしいなと期待しています。でオリックス先発田嶋投手は昨年も交流戦で対戦ありましたが、昨年は6回5安打無失点に抑えられたということで、まあ、リベンジしたいところですね。ちなみにこの5安打のうち2本はね西川選手が打って、まあ、残り3本を、菊池選手と坂倉選手と田中康介選手が打っていたということなので、まあ、そういう去年打った選手にもね期待したいところです。でスタメンキャッチャーがどうなるかということで、森下投手の時はいつもね相澤選手組んでいたんですけど、まあ、ここね、まあ、打撃重視して石原選手と組んでもいいかなと感じていますね。石原選手とはまあ2021年か20年、まあ、森下投手結構組んでいた印象もねあるので、まあ、そんなに相性も悪くないというふうにね予測されますので、まあ、石原選手やっぱりね前回のカードも当たっていましたので、まあ、ちょっとパリーグのピッチャー相手にも打撃のいいね石原選手を起用する、そういう思い切ったね采配ぜひしてほしいと思っています。で地元コアダは最低かつ勝ち越しをということで、やっぱ交流戦ね、ビジターで勝つても難しくなるかと思うので、まあ、しっかりとこの地元カードは勝ち越していく、そこがね一つ重要かと感じてますので、もう1勝してるのでね、もう2連勝してパパッと勝ち越しをね決めて、というかまあこのね3連戦カードは床田投手、森下投手、栗投手で組んでるので、ここも3連勝するぞっていうぐらいのね、首脳陣の気持ちの表れかなとも思われますので、もうこれは本当に負けられないというような形で3連勝をね目指して頑張ってもらいたいというふうに思いますので、期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。交流戦初戦はなんとか守り切って勝利することができました。こういう守り活躍を交流戦でもして勝利重ねることができることを期待しているので頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。